にちは、かくすけです。ザ・ベイグランド続きをプレイしていきます。前回はマーカムさんがねクマになったんだけど倒しまして、呪いが解けましたね。だけどもまだ隠してる状態で、次はあのゾイの腕輪を、まあ、これがメイン目的だったね。これを手に入れるためにウィートンに行きます。もうすぐウィートンだ。前の旅とは勝手が違うぞ。入念に準備していこう。お前が宿で待っていてくれるといいんだが。僕の力を見くびるなよ。お前はまだ見習いだろう。それに私はまだお前の師匠に呪われたままなんだ。犬が獲物をと捕まえに行ったら好きに追わせてやるものだろう。分かっているのか？そんな言い方をしなくても自分の役目は分かっているさ。あのバトルメイジどものようにはなりたくなければついてくるな。無用の勇気はいらない。あのアカデミーの暗殺部隊なら私たちを殺すことなんて造作もないことだぞ。あの二人、あいつらはただの強盗だよ。アカデミーの使いなんかじゃない、うん、信じたいんだね。そうだったな、私の勘違いだった。放浪者脅しに忙しいアカデミーで一番名の知れた魔女とその弟子は違う組織のやつらだろうな。聞いたこともない組織だろうが、正義のための組織なら間違いないだろう。お前、皮肉だね。姉さんは死んだと言ったのを覚えているか？姉はお前の愛しいアカデミーが差し向けたバトルメイジに殺されたんだ。アカデミーは娘一人とその幼い妹を殺すために5人も送り込んできた。それに私たちの大切なものを全て奪っていった。違う、お前は間違ってる。お前が何かやったんだ。全部お前が悪いんだ。うん、お前が信じようと信じまいと構わない。だが私が任務に失敗したり逃げようとしたらアカデミーから来たお前の優しい先生に殺されるということは覚えておけ。ヴィライドの魔女が約束を守ってくれることを願っているよ。カムデンはだがまり込んでいる。ヴィヴィアンの話に呆然としているようだ。行くぞ。カムデンは本当にアカデミーをいいところだと思ってるし、ホース、名前忘れた、あの女の人もね、いい人だと思ってるけど、そんなことないんだろうな。ホルボンか、ホルボンだ。あ、衛兵さん、気をつけろ。ここはウェイトの町だ。行動にはくれぐれも気をつけろよ。気をつけろ。面倒を起こしたら町から蹴り出してやる。気をつけろ。ウェイトンじゃ夜間の外出は欠勤だ。宿なしじゃ交流所、交流所行きだぜ。気をつけろ。休めるところ探そう。そこなら私が修道院に行ってる間カムデンも安全だろう。なんだかんだねカムデンのことを思ってるよね。ビビアン、立ち去り不動者。厄介ごとにも気にならしてるのか。お前がこれ以上俺を煩わせようってならお望み通り厄介なことになるぜ。何、あなたちょっと日本風だね。いや、じゃなかった。こんにちは。なあ、お城に勤めてはる知り合いおらん？おるわけないよな。どない見てもね、旅人さんやもん。私は後ろで働こうと思って田舎から出てきた来てんけど、女中はもう足りてるんやろな。ごめんごめん、旅人さんに言うことちゃうかったね。なになに、どうした？これあげるわ。この町やと何でもやたら高いね。もういいよ。諦めて他の町で仕事探そうかな。もういいよ。もういい。いや、ありがとうございます。気をつけろ。この町の縁じゃないな。気をつけろ、お嬢ちゃん。気をつけろ。ここは泥棒と悪党しかいねえゴミだめみたいな町だ。面倒用途に巻き込まれても俺のところには来るんじゃねえぞ。解決してやらんからな。気をつけろ。この町で何かし血でかしてみろ。軽流なやつや、刑務所にぶち込んでやる。気をつけろ。治安が悪いんだな。むっ、何あなた、かっこいい。この町で一番、いや、どの町よりも安いぜ。城の偉いさんがだだって俺の町に買いに来るくらいさ。かっこいいじゃないの、おじさん。あらら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 、アミスリルの、高っ買えないよ。あ、でもこれはいけるんだな。さっき
鎖肩ビラ強化したばっかりなんだけど、防御力は高いさが厚く、重い素材のため内側は汗でベトベトだ。あら、いいね。ビビアンの汗ならいいよ。変えるな。鍛冶屋が技巧の息を凝らして作り上げた鎧、ミスリリア地方の兵士の間でもよ最もよく使われている。お金買っちゃう。うん、当然だ。ありがとう。買っちゃう。で、装備、はい。で、強化、はい。強化、はい。マナがどんどん減っていくが、もうこれを私は着ていくよ、しばらく。あ、マナがない。あ、マナじゃない。あ、ごめんなさい。売るで、武器この辺売りましょう。うん、うん、鎖肩ビラ、これはとりあえずいいでしょ。こっちもいいでしょ。これもいいでしょ。これもいい。アクセサリーはいいとして、素材、あ、素材か、お金用のやつか。これもだな。換金用アイテム、換金用アイテム、換金用アイテム、はい。トン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 、なんか一個換金用アイテムじゃないやつを売ったな。と、装備品のこれは、あ、違う、付与はさっきので手に入ってないよね。うん、手に入れたらつけましょう。こんにちは。あら、いらっしゃい。そう、俺、ご覧になって、買わなくてもいいからぜひ見ててちょうだい。あー、こういうやつね。うん、買わなくていいならいいや。あら、見ていくだけなの。そんなこと言わないで。あなた、物を見る目がありそうよ。物を見る目があるのか、買う人は見る目ないのか。何あなた、まん丸だね。本当あんたからは金の匂いがするぜ。だが、うちで買い物するにはちょっとばかり足りないようだな。もっと稼いで出直してきな。あ、こっち先に来ればよかったかも。うわぁ、せめて何が買えるか知りたかった。揉め事は起こすなよ。面倒はごめんだ。ウィートは自由な町だが、勤務中の衛兵を巻き込むのはご法度だ。うん、自由な町なんだね。そこのあんた何者だい。ここに何の用で来たんだ。その剣何に使うってんだね。ここはよそ者が剣を振るい回しに来る場所じゃないよ。自分の身でも案じてな。隣のマーカスなんかで、あ、じゃあ私が言った、あ、年寄りを大切れてぶって牢屋に打ち込まれたんだ。うん、隣のマーカス。はあ。そこからまた逃げたのか。そこでどでかい頭の男と会ったんだと。でか頭だってさ。やんだ、この町では気をつけなよ。うん、あ、変わらずだね。うん、デカ頭がいるのね。おいしいご飯あるよ。おいしいご飯あるの。いらっしゃい、お腹が空いてるだろう。さあさあ入って何か食べていきな。わお、いっぱいある。うん、持ってないやつを食べていこう。これか。うわ、おいしそう。たっぷり時間をかけて中まで火を通す手間のかかる一品。豚肉のローストか。うん、リンゴのソース。トマホークステーキ、野外の食事では骨付き肉の骨が持ち手に使われるが、この切り身肉の骨はそれ自体がしゃぶりつけるほどに美味である。へえ、しっかりとつけられた焼き目は丁寧に調理された証拠である。うん、うわ、ガーリックバター美味しそう。はい、時には冒険者だって家族の足が恋しくなるものだ。グリルプラッターならそんな冒険者の波乱も心も満たしてくれるだろう。肉汁をかけて召し上がれ。うんうん、美味しそうだね。肉ばっかり。また来るんだよ。美味しいものを食べるのに遠慮なんかいらないんだから。何かくださいよ。何でもいい、ほんの少しでいいからどうか。うん、10ゴールド、50
嬢さんには神の合格を。何かください。腹が減って死んじまいそうだ。お嬢さん、金をくれないか。何かください。最後に飯をくれたのは3日前だった。お願いだ、どうかお恵みを。はい、何かあるかな。いっぱい恵んだけど、あら、何あなた、わ、セクシーな2人だ。ちょっと怪しいお店なんじゃないか。ねえ、いっぱい怒ってくれない。金がないのは商売の邪魔するんじゃないよ。やっぱもうちょっとお金手に入れてこないといけない。ごめんなさいね、お嬢ちゃん、お子様の相手は商売してないのよ。ここで働きたいの。バカ言うんじゃないよ。いいじゃん、ビビアン、かわいいじゃん、かっこいいし。あ、ここ宿だったの。腕を手に入れたらちゃんとここに戻ってくるんだろうな。 もちろんだ。私が怪我をしていないか気にしてくれているんだな。カムデン、大丈夫、こんな大人のお店っぽいところに入っちゃったけど。大人のお店じゃないんだろうけど、宿屋なんだろうけど、ちょっとね。不死鳥様、カムデン、何か進展ありましたか。はい、いくつか。腕輪はビートンに住み着いた悪魔が持っていて、そいつは強力な幻惑魔法を使うそうです。なるほど。それでルーガーデンの様子は。腕輪の探索に集中しています。トールツリーの魔女から幻惑魔法に太刀打ちできる何かを受け取っていました。お前は一緒に行かないのですか。ふむ、まあいいでしょう。ルーガーデンは呪縛魔法の支配下にあります。私たちを脅かすようなことはできないでしょう。お師匠様、ビビアンさんが任務に成功したら呪いを解いてあげるんですよね。もちろんです。ビライドの魔女に見本はありません。ルーンワーデンが呪いのことで何か不満をこぼしていたのですか。いいえ、特に何も。任務に集中しなさい、カムデン。余計なことを考えてはいけません。はい、調査が終われば私もミートに向かいます。本当ですか。それは心強い。ルーンワーデンが腕輪を手に入れたらすぐに知らせなさい。おっしゃる通りにします、お師匠様。カムデン、すべて成し遂げたら共にアカデミーに帰りましょう。はい、お師匠様。僕はどうしてもこの街が好きになれません。もうしばらくの辛抱です。いい知らせを待っていますよ。カムデン、ちょっと疑ってたけど、やっぱり話してみたら優しくされたから、やっぱ心許しちゃう感じだな。仕事は、食事はパンとスープだ。支払い以上のものを出してやってるんだ。文句言うんじゃねえ。ありがとう。うちで何かしでかしたら路上うろつくことになるぜ。夜間の外出禁止令は知ってるよな。なんじゃ、売り物が見たいのか。ああ、守り系、ごめん、そのうち気が変わってまた戻ってくるじゃろうって。あ、よかった。もう嫌なこと言われたら悲しいからね。どう、こっち、あ、こっちが外ね。なるほど。じゃあ右側のカムデンいるかな。カムデン、本読んでる。あ、話しかけられないんだ。そこでツボ壊させて、人参ゲット。よし、行きましょう。よいしょ。治安を踏み出した罪で逮捕されたくなきゃ、さっさとこの町から出て行け。そんな、移住居に入りたくや通行証見せな。持ってなくなら話しかけるんじゃねえよ、無駄なんで。はい、時間も無駄だ。なるほど、この奥が居住居かな。通行証が必要なんだね。あら、こちらは、ここはイートンの町だ。行動にはくれぐれも気をつけろよ。あ、イートンはもう越えたんだね。面倒を起こしたら町から蹴り出してやる。イートンじゃ、あ、変わらずだね。あっちの人と同じだね。北部領と上側があるけども。よしよし、セーブして。まだいけるね。北部領に向かうの？いや、先にゾイの腕輪を手に入れなければ。はい、わかりました。こっちの方にあるかな、ゾイの腕輪。あ、なになに、美しい声。
美しい声じゃないの、あなた。よいしょ、よけて、あ、うわー、カメレオンみたいな舌を伸ばしてくる、面白い。あ、ちょっといやらしい攻撃してくるわね、しれっと。ちょっと、あー、ちょっと難しいな、あの人倒すの。静かに攻撃してくるけど、うん、あれなんだろうね、これコケか何かなのかな。たまにあるけど、あ、カラスだ。よし、カラスはね、厄介だから。カラスはね、飛びまくり出したら全然攻撃当てられないからね。ただ悲痛の顔してる銅像、ん、石像だね。あ、ここから先はなし。あ、ごめん、石像壊しちゃった。カーカー言ってるよ、どこだろう。やだわ、先に進みましょう。一人か。チビのスパイに気づかれてなければいいが、スイス殿の手紙を読んでおこう。うん、気づかれてはなさそうだったね。ビビアンはスリスから受け取った手紙を開いた。困ったことになっておるじゃんよじゃんな。この手紙を読んでいるということは、ちびっこ魔法使いの監視を逃れているということじゃろうが、念のためこの紙にはお嬢ちゃんにしか読めないように魔法をかけておいた。うん、魔術書じゃなくて手紙だったのね。お嬢ちゃん、あんたは大きな力を秘めておる。サンディアゴ相手に苦戦することもなかろう。じゃが用心はするんじゃよ。あのつるこしこい悪魔は心の一番弱い部分につけ入ろうとしてくるからの。ヴィライドの魔女がゾインの腕輪を探しているのは気がかりだね。あの生物をアカデミーに渡しちゃいけないよ。腕輪は生命力を操れるだけじゃない、深淵の門を開く力を秘めているんだ。はい、ホルボンがなぜ腕輪を欲しがるのかわしにはわからん。じゃがあいつがとても危険なのは間違いない。裏のある人間の中でも一等じゃ悪でずる賢いやつさ。魔法の紙は消えてなくなった。なぜホルボンはゾイの腕輪を欲しがっているんだ。何を企んで、いや、まさかな。スディス殿も私がゾイの腕輪に関心があることに気づいておられないようだよ。ん、やられないようだ。腕輪の力は父の本にも書かれていた。きっと父の行方を知る手がかりになるに違いない。それにしてもこれがルーンワーデンの仕事とはな。いつも何か探してばかりだな。父のように姉のバレリーもあの本に取りつかれてしまった。一度姉に隠れて本を燃やそうとしたことがある。だがすぐに見つかってしまった。私はあの本に家族が引き裂かれそうで怖かったんだ。私は狩りや剣術、ルーンクラフトを使ってひっそりとつつましく暮らしていた。父がルーンワーデンの素性を隠しておくように私たちに言い聞かせていたからだ。そうしないとアカデミーが殺しにやってくるのだと。だがとうとうアカデミーに見つかってしまった。隠れ家に刺客がやってきたんだ。バレリーは私に本を託すと棚の中に隠れているように言った。私はずっと泣いていた。姉は私の方を打つと決して音を立てないように命じた。棚の扉を閉められる前に姉の顔が見えた。あの顔を私は生涯忘れないだろう。姉の目は愛情にあふれていてとても穏やかだった。あんな優しい表情の姉は見たことがなかった。私の方を撫で扉を閉じると私の分も生きてと言った。うん、お姉ちゃん似てるね、ビビアンに。優しいお姉ちゃんだな。厳しいけどね。本取り憑かれてるっていうのはもう邪悪なやつではなさそうだね。こんな優しいなら刺客たちは私を見つけ出すことができなかった。だが奴らは父の研究成果のほとんどを奪い隠れ家に火を放った。私は文字通り家なき子になった。姉は私がこの手で埋葬した。彼女は魔法の矢で胸を貫かれながらも3人のバトルメイジを倒して息絶えていた。姉が力命かけて守ってくれたおかげで私はこうして生きている。厳しい姉だったが今や思い出すのはあの優しい表情ばかりだ。
私は本を隅々まで読み通した。書かれていたのはルーンワーデンとしての生き方で、それはアカデミーを創設した伝説の魔術師マグヌスが残した膨大な知識をまとめたものだった。もともとアカデミーはルーンワーデンが創設したのか。この世界でルーンワーデンとして生きていくにはどうすればいいのか、すべてその本が教えてくれた。私は放浪者として生きている。野良犬と変わらない生活だ。私はルーンクラフトの能力を隠して剣を振るい、傭兵の集まりである鷹の団に入団した。そこで何年か過ごしたが、わしの団が残虐な王に召し抱えられ、直属の軍になったので除隊した。暴君の私利私欲を満たすために剣を振るうのは私の生き方じゃない。あの本に書かれていたように生きよう。いろんな人のためにみたいな感じか。私は運命を求めて旅に出ることにした。一族に伝えられてきた真実を解き明かすのだ。行くあてはない。ただ前に進むだけだ。何年もの間、一族が求め続けていたものが今や私の目的でもある。アカデミーはルーンクラフトの力を欲しがっている。ホルボーンの退路からもそれは明らかだ。慎重にことを進めないと。もうちょっと進みたいけど、時間がな、入ったら微妙だよな。HP、RP、アタック、ディフェンス、ラック、ラックもいいけど、アタックディフェンス普通に行こうか。かつては森で暮らす部族の伝統料理だったが、やがて周辺の村々でも作れるようになった。ソンソンかな。森のにふにゃ森じゃない、肉の風味が豊かで噛み応えも十分。普通にソーセージだね。ちょっとだけ覗こう。あ、こっち続くのね。わあ、静かね。わあ。一発で終わりか。うわ、高いよそれは。あ、怖い。お化けちゃん。でもお化けちゃんは一発だな。よいしょ。やだな、このステージもお化けいっぱい出てくるでしょう。ずっと追いかけてくるあのお化け面倒だったもんな。あら、爆発する。あー、ちょっと待って、そこ右落ちる感じだね。でこっちに続くのかな。よいしょ。あー、あ、かっこいい、かっこいいおじさんだ。ダンディー、よいしょ、避けて、よいしょ、1、2、3、えいや、バツ。右側は、こう続くのね。ガン、なんかすっごい先に進み始めている。帰ろう。あ、おじさん、何そのモヤモヤ。あ、毒ね。あ、ワンちゃん。あ、避けて、戻ろうね。よし、戻りましょう。こんな感じの雰囲気なのね、このステージ。よいしょ。あいだ、しまった。あか。上の方に飛んでる敵は厄介だよな。よし、来た。オッケー。こっちは？やばい。こりゃ。ここは戻るところかな。これ何？あ、何？
そんなところひどいよ、ずるいよ。あ、これ隠しステージなんじゃない？やったね。イジスの盾のかけらを手に入れた。新しいアビリティを習得できるようになった。新しいアビリティ、そうだね、アビリティ最近見てないね。イージスのかける盾のかけら、こういうところはそれによってつながるのかな、ひょっとしたら。まあいいかな。でも盾ってことはこういうこの辺りじゃないかな。よし、鍵のやつを無理やり開けたからなったとかじゃないよね。そうか、こういうマップにない隠しステージもあるんだな。よいしょ、帰ります。はい、帰ります。素通り、そう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 、オッケー。ではでは、ここで今回は終わりますね。ご視聴いただきありがとうございました。